はい、カパーチェブクロカッパ園長です。さてじゃあ今度は海外の人がこんなこと言っておりまして、日本の病院に行きたいって言ってるんですよね。なんでしょうね、なんとなく想像つくんですけどもなんかこう健康保険以外の理由で日本の病院にね、病院に行きたいから日本に来たがる、海外の人たちの本音みたいな、そういうお話ですかね。でどうやらこれ画像を見たまんまなんですけど、この病院食、食事が目当てだみたいな、そういう話なんですよね。これがちょっとね、意味がよくわかんないですけども、なんかこの日本の病院食のこの画像、これが話題になってたんですよね。うん、病院食の中でこんなの出るのこれ。え、これ一食分じゃないっすよね。相当豪華に見える、まあちょっとお世辞にも、まあ病院食だから当たり前かもしれないですけど、ちょっとなんか、あ、でも一緒、え？でもこれワンプレートにもう一回プレート乗っけて、なんかてんこ盛りにしてますよね。なんだかさっぱり意味がわかんないですが、とりあえずこれがいいなって騒いでるんですよね。これが日本の病院食だぜみたいなことを言って、それで盛り上がってるんですよ。ちょっと見ていきましょうかね。で、これが日本の病院食だって最初の人が言うんですよ。で、本当か？これだったら風邪ひいただけでも日本の病院行くぞ。いや、それは違うだろ。なんで風邪ひいただけでこんなん出るんだ。で、次の人が、これって1万円ぐらいするの、またアメリカの日本食レストランぐらいかな。で、健康保険でこれ無料なの。ちょっと待って、俺はこの写真の料理全部食いたい。で、基本的に日本の料理ってリーズナブル。一蘭はアメリカのマックみたいなもんだよね。ラーメン屋？他のラーメンより美味しいし、北米で食べるラーメンより高いけど、安いラーメンは最悪なラーメンばっかりだし、なんで突然ラーメンの話してんのかな、この人は。で、次、本当日本は料理が美味しいけど、スーパーでブドウ買うのに2700円も払った。シャインマスカットでも買ったんですかね。で、フルーツは一般的に高いよね。1パックのイチゴ1800円だったし、なんでそんないいやつばっか買うんですかね。僕ネットスーパーでイチゴ買ったりなんかね、キャベツ買ったりしてるとき、イチゴせいぜい4、500円のやつでしたけどね。うん、1パック1800円って言ったらかなりいい、なんか贈答品とまでは言わないけど、まあでもいいやつですよね。なるほど、レベル高いな、今回のコメントしてる人たちは。で、次の人、日本の病院一泊1万円か。この一泊1万円ってどっから出てきたんだろう。で、次、これは怪我する必要があるな、日本で、とか。でも病院食って食事制限とか、なんかいろいろあるから基本的に味があんまりないじゃん。だからその美味しいもん食べるのに日本の病院でっていう発想がさっぱり意味がわかんないですよね。で、次の人、この食事は保険適用外じゃないの。まあどっちにしたってアメリカの病院代払うこと考えたら大したことじゃないけど。次、これって普通の病院じゃないでしょうとか、日本って病室で食事すんの、それとも患者専用カフェテリア。で、次の人が、病室だよ、知らなかったけどそれが普通らしい。で、次の人、ますます死ぬ前に日本に行きたくなったとか、これって一人用の食事なの、ちょっと多すぎるんじゃないの。で、次の人が、カロリー計算されてるから多そうだけど実際は少ないんだよ。そうかな、これどう考えても、これ一人分一回の食事じゃないと思ったらそうなのかな。で、これが多分普通、不健康な食事ばっかりしてると健康的な食事を出したら、一本のチョコレートバーと同じカロリー摂取するには本当はどれだけ食べなきゃいけないか驚くんだよなって言ってるんですけど、これはいくらなんでも多すぎると思うけどな。で、次の人が、間違ってるかもしれないけど、これ普通の病院食じゃないよ。きっと産科婦人科の産科に入院した女性への特別食だと思うよ。あ、出産後のこのカロリー、栄養補給のための特別食っていうことが言いたいのかな。奥さんが出産で入院した病院では、京都の有名ホテルのフランス人シェフが料理してた。そんなもん出るんだ。へー。まあご苦労様でしたっていうね、ありがとうの気持ちも込めてっていうんだったらなんかわからんではないですけどね。で、次の人、いやこれ普通じゃないでしょ、大抵病院食ひどいもんだぞ。で、次の人、うん、見た目はいいかもしんないけど味は悪いはずだ。で、次の人、アメリカの病院食なんて刑務所の食事と変わんない。すごいな。そうそうそう、これなんかこの病院食で調べてみると、多分ですよ、ちょっと僕も経験がないからわかんないですけど、
コメントしてる人もいましたが、これ出産した後のなんかお祝い食みたいな、そういうやつらしいんですよ、どうもね。確か子供が生まれた時、なんかお正1月とかだと、例えばなんかお正月と重なるとなんか豪華なおせちみたいなイメージのが用意してもらえたりとか、なんかその季節季節、まあ単純に病院によって全然違うみたいですけども、実際なんかその、お母さんたちは、まあお母さんになる女性たちは、この産科の入院食は結構ご飯で決める人、うん、入院食でどんなのが出るのかっていう、うん、っていう人も結構いるみたいなんですよね。うん。まあ普通のね、病院食がこんなんなわけないですよね。うん。多分あとはまあその怪我とか病気の内容にそれは全然で変わってきますよね。例えばそうだな、なんか骨折とかで入院した時のね、ご飯はやっぱり早くそのなんていうのかな、骨折が治るようにね、うん、なんかそういうその辺のこの定食屋と遜色がないぐらいのこのバランスが取れた、なんだ、消化吸収が良くて栄養価が高いような内容になるんでしょ、おそらくはね、わかんないですよ。まあ味は薄味かもしれないですけどね、塩分控えめみたいな、うん、まあそうね、例えば僕がもし入院したとして、まあ入院なんてしたことないですけども、まあ出されたものは残さない主義なんでね、うん、まあ毎回完食しちゃって、でなんか日を追うごとにね、量が増えてってね、まあ超大盛り状態になっちゃって、全く動いていないのにさすがにこれはって気づいた時にはもうかえって太っちゃってたみたいなね、そんなことになっちゃいそうですけどね、僕だったらね、うん、ただ僕は今回この話に注目したのはそんな話じゃないんですよね。はっきり言ってそんなね、うん、どこの病院でね、何にね、何を理由にだから病気とか怪我、どういう格好でかかって食事がどうだったなんていうのははっきり言ってどうでもいいんですよね、うん、そうじゃない、そこじゃない、事故とか怪我に備えたその旅行者用のこの簡易型健康保険制度、これをね悪用してね、持病を隠して日本で発症して日本の病院に入院する、でその後日本人の血税である健康保険制度にこのただ乗りしてくる悪質な医療ツアー、これがもう後を絶たないんですよ、ほんとね、日本の健康保険を食い物にされてるんですよ、これはちょっと我慢ならないですよね、うん、だこういうね、うん、まあ、それこそね、うん、ただ飯ぐらいどころじゃないですよ、ね、日本国民のためのこの健康保険制度にただ乗りしてるわけですからね、うん、こういうのを徹底的に排除することってできないんですかね、うん、まあこの病院食のね、お話に戻りますけど、これは多分その実際に海外から日本に来て、まあ日本の病院ね、日本の健康保険制度にただ乗りしたのかどうか知りませんけども、まあよそからやってきた海外の人がもしかしたらね、出された献立で、ね、それでびっくりして、ね、写真撮って話題になった、おそらくそうだと思うんですけども、だとしたらまあこの人がね、女性だったのか男性だったのかちょっと定かじゃないですけど、まあ男性だとしたらその海外の人ね、体でかいしね、それに配慮した献立だったのかもしれない、でもおそらくはね、参加もしくはそうですよね、さっき言った通りそのお祝いのね、うん、だからその赤ちゃん産んだ時に出るこのお祝いの祝い膳、うん、ですよね、これね。ただアメリカとかだとこの出産翌日に即退院とかなんかそういうの普通にあるらしいんで、だから日本みたいにこのお祝いとかはしないのかもしれないんで、そういう意味でも驚いたのかもしれないですよね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。